1204年のコンスタンティノープル包囲戦は、同年4月8日から13日にかけて、ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを第四回十字軍が包囲し、陥落させた戦い。征服されたコンスタンティノープルは十字軍の略奪破壊を受けた。これにより、ビザンツ帝国は一時的に滅亡し、西欧から来た十字軍騎士たちによるラテン帝国が建国され、フランドル博が、 初代皇帝ボーダン一世として、ハギアソフィア大聖堂で退官した。この包囲戦の後、ビザンツ帝国の丘陵は十字軍諸公の国家や、ビザンツ貴族による亡命政権によって分割された。後のとの1261年、こうした亡命政権の一つ、ニカイア帝国がラテン帝国を滅ぼし、ビザンツ帝国を復活させた。しかしこれ以降帝国の勢力は、領土的にも、 経済的にも衰退を続け、最終的に1453年の包囲戦でオスマン帝国に滅ぼされた。1204年のコンスタンティノープル陥落はヨーロッパ中世史における一大天気であった。カトリックと聖教の際こそあれ、コンスタンティノープルはキリスト教世界最大の都市であり、これを十字軍が攻略するという事態は前例がなく議論を巻き起こした。 また征服後の十字軍が行った野蛮な略奪や虐殺行為は東ヨーロッパ諸国を憤慨させ、カトリックと聖教の両教会の関係は破滅的なまでに冷え込み、現代にまで至る教会分裂を固定化する結果となった。長期的に見れば十字軍のコンスタンティノープル攻略はビザンツ帝国の衰退と完全な滅亡をも早め、結果的にイスラーム勢力である。 オスマン帝国がヨーロッパへ勢力を拡大する手助けをしたことになる。1182年5月、コンスタンティノープルで定位産奪者アンドロニコスコムネノスと彼を支持する民衆によるラテン人虐殺が発生した。これにより西ヨーロッパ諸国とビザンツ帝国の関係は極度に悪化した。まもなくラテン諸国とビザンツ帝国の間で貿易協定が結ばれたが、 多くの西欧人は、ビザンツ帝国への復讐を求めていた。ビザンツ帝国時代のコンスタンティノープルと、それを守る、城壁戦2 0 3年7月のコンスタンティノープル、包囲戦で、ビザンツ帝国の三脱者、アレクシオス三世イアンゲロスは十字軍に敗れて、逃亡。先帝イサキオス二世イアンゲロスが福井し、8月1日に、その息子で十字軍のクグツミカドアレクシオス四世、 アンゲロスが正式に共同ビザンツ皇帝となった。彼は混乱するコンスタンティノープルを建て直そうとした。しかしその月の末には、反十字軍派のギリシア人ボートと、親十字軍派のラテン人ボートが衝突し、11月まで暴動が続いた。その頃には、住民の大部分は、反アレクシウス4世の態度を取るようになっていた。 1204年1月25日、イサキオス2世が死去したのをきっかけとして、住民はアレクシオス4世を排位しニコラオスカナボスを擁立した。アレクシオス4世は十字軍に助けを求めたが、その死者とされた側近、アレクシオス・ドゥーカスが裏切ってアレクシオス4世を投獄し、2月5日に自ら皇帝となった。彼は十字軍にビザンツ帝国領から撤退するよう求めたが、 十字軍は以前アレクシオス四世と結んだ協定を破棄することを拒んだ。2月8日にアレクシオス五世がアレクシオス四世の処刑を明治との起きに十字軍はアレクシオス五世に宣戦復告した。3月十字軍とベネツィアはビザンツ帝国を滅ぼした後を見据えた領土分割協定をまとめた。3月末十字軍は再びコンスタンティノープルを包囲し、 対するアレクシオスゴ世は防衛体制を増強するとともに市外でも活発に軍を動かした。4月8週、金閣湾の対岸のガラタに駐屯していた十字軍は本格的なコンスタンティノープル攻撃を開始した。1204年4月9日、十字軍とベネツィア軍は金閣湾を渡って市の北西の城壁を強襲した。しかし悪天候に加え、 防衛軍の激しい射撃に耐えかねて、一旦撤退した。1204年のコンスタンティノープル包囲戦、パルマイル城バネが4月12日、天気が回復して、快晴となったので、十字軍は二度目の強襲に出た。強い北風に押されて、ベネツヤ艦隊は素早く、金閣案を横切り、ここから城壁に取り付いた十字軍はいくつかの塔を占拠した。城壁で、 短い戦闘が行われた後、約70人の十字軍兵士が市内への侵入に成功した。さらに城壁にも数人の騎士が一度に突入できるほどの穴が開けられ、ベネツィア軍もバリアーグ親衛隊との激しい乱闘の末に城壁を陥れた。北西部のブラケルナエ地区を占領した十字軍は、ここを拠点として残りの市街制圧に取り掛かった。 彼らが火を放って敵をしりぞけようとした結果、広い範囲の死害が焼け落ちた。その夜、アレクシオスゴセイはレギウムの門から脱出して西方へ落ち延びた。ベネツィアのサンマルコ寺院内にあるサンマルコの馬。このレプリカが寺院外に展示されている。十字軍は3日間にわたり町を略奪し破壊した。古代中世ギリシアローマの数多くの遺物が盗まれたり、 壊されたりした。その中でも特に有名なのが、現在ベネツィアのサンマルコ寺院の正面を飾っている、サンマルコの馬である。これはもともと、コンスタンティノープル競馬場にあったものを、この略奪の際に、ベネツィア人が本国へ持ち帰ったものである。アレクサンドロス大王時代のリュシッポスによる作品と、伝わる巨大なヘルクレース像も、同様の運命をたどった。 また多くのブロンズ製の像や芸術品が十字軍によって溶かされた。キリスト教の十字軍としての制約を破り、教皇に破門される恐れのある行為であるにもかかわらず、彼らはコンスタンティノープル市内の聖域を周到に襲い、持てるものは全て盗み、後に何も残さなかった。聖書と教会にあった歴代皇帝の墓も被害を免れなかった。非武装の一般市民も、 略奪欲と栄誉欲にかられた十字軍の残酷性の犠牲となった。数千人が無慈悲に殺された。女性は、教会や修道院の二層に至るまで強姦された。こうした場所にあった祭壇は粉々に砕かれ、金や大遺跡などが抜き取られた。ベネツィア人も略奪に参加したが、他の十字軍兵士と比べれば遥かに抑制的だった。十字軍に同行していた元首エンリコ・ダンドロが、 ベネツィア軍をよく統制できていたためである。彼らは目についたものを破壊してもあるというよりも、宗教的な生物や芸術品を優先的に盗み出し、後にベネツィア本国に持ち帰って自分たちの教会を装飾するのに使った。これは結果論ではあるが、東ローマに残ったそれらの文化遺産や生殖品などの多くは、後にイスラーム国家である。 オスマン帝国による、陥落の際に略奪されたり、偶像崇拝を禁止する、宗教上の理由により破壊されたため、帰って貴重な品々が西欧に保存されるという、効果もあった。コンスタンティノープルにおける、略奪の被害総額は、約90万銀マルクに相当すると推定されている。ベネツィアは十字軍との契約料として15万銀マルクを受け取り、 十字軍は五万銀マルクを公式に得た。また十万銀マルク分は十字軍兵士やベネツヤ人の間で山分けされた。残りの五十万銀マルクは多くの十字軍騎士たちが個人的かつ秘密裏に持ち去った量である。また、コンスタンティノープルのラテン人住民も1182年に自分たちが被った虐殺の報復として略奪破壊に参加していた。 事前の取り決めに従い、ビザンツ帝国領は、ベネツィア、十字軍の指導者たち、そして、コンスタンティノープルを首都として成立したラテン帝国の間で分割された。市民は十字軍を主導した、モンフェラート公、ボニファー・チョイス星が新皇帝に即位するものと考えていたが、ベネツィアが難色を示した。ボニファー・チョイス星は弟ラニエリ・ディ・モンフェラートが、 マヌエル一世の娘マリア・コムネナと結婚しているなど、旧帝国とのつながりが強すぎたためである。その代わりに、フランドルク・ボードアンが初代ラテン皇帝に選ばれ、ハギアソフィア大聖堂でボードアン一世として即位した。ボニファーチョ一世はテッサロニキ王国を建国し、ベネツィアはエーゲ海にナクソス公国を建設した。 旧ビザンツ帝国の貴族の大部分はコンスタンティノープルを脱出した。彼らは一般人の目から見ても帝国を無力化させた無能なエリートたちであり、同情を買うことができなかった。同時代の歴史家、目撃者であるニケタスコ・ニアテイスはセリンブリアへ逃れる大主教のように難民化したビザンツ貴族たちの描写を持ってコンスタンティノープル陥落に関する記述を 締めくくっている。ビザンツ貴族たちは各地で亡命政権を建設した。特に有力だったのがトレビゾンド帝国、エピロス先制公国、そしてテオドロス一世、ラスカリスのニカヤ帝国だった。こうした亡命政権の中から後にビザンツ帝国は復活するが、長期的に見ても1204年のコンスタンティノープル陥落はビザンツ帝国を著しく弱体化させ、 ルームセルジューク朝や後のオスマン帝国などといったイスラーム勢力に利する結果に終わった。1204年の法囲戦から800年という節目を前にしてローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は第4回十字軍の蛮行に対する遺憾の意を二度に渡り示した。2001年彼はギリシャ正教会の長であるアテネ大主教フリストドゥロスに送る書簡の中でキリスト教徒のために 聖地への自由な通行を守るために出発したはずの者たちが信仰の兄弟に攻撃を転じてしまったことは悲劇です。彼らがラテンカトリックであったという事実がカトリック教徒を深い開墾の念で満たすのです。と述べている。2004年バチカンを訪れたコンスタンディヌーポリ総主教バルソロメオス一世に対してヨハネ・パウロ二世は八世紀の時を経て我々が 痛みや悪を分かち合えないということがあるでしょうか。と問いかけた。これは、第4回十字軍が犯した殺人についての、ギリシャ正教会に対する謝罪とも受け止められた。2004年4月のコンスタンティノープル占領800周年を記念する演説の中で、バルソロメオス一世は公式に謝罪を受け入れることを表明した。彼は、フランスのリヨン大司教。 フィリップ・バルバランが同席した礼拝式の中で和解の精神は憎しみよりも強いものです。と述べた。また復活祭でも我々は第四回十字軍の悲劇に対するあなた方の本心から来る姿勢を感謝と敬意の念を持って受け取ります。事実としてその犯罪はこの町で800年前に繰り広げられたのです。キリストの復活における調和の精神は 我々を我々の教会間での和解へと仮立てるのです。と述べている。ありがとうございます。